JSL Drills Lesson 17b Drill A おみ産げをもらいましたおみ産げを誰に計算機をもらいました計算機を誰にお礼をもらいましたお礼を誰に カメラをもらいました。カメラを誰にお菓子をもらいました。お菓子を誰にお土産をもらいました。お土産を誰から計算機をもらいました。計算機を誰から お礼をもらいました。お礼を誰からカメラをもらいました。カメラを誰からお菓子をもらいました。お菓子を誰から君が作ったの大工さんに頼んだの 実は大工さんに頼んで作ってもらったんです。君が電話に出たの秘書に頼んだの実は秘書に頼んで出てもらったんです。君がやったの弁護士に頼んだの実は弁護士に頼んでやってもらったんです。 君が送ったの店員に頼んだの実は店員に頼んで送ってもらったんです。君が書いたのコンサルタントに頼んだの実はコンサルタントに頼んで書いてもらったんです。君が連絡したの社員に頼んだの実は 社員に頼んで連絡してもらったんですこれ、姉が作ったんじゃないでしょうかええ、お姉さんに作っていただきましたこれ、母が直したんじゃないでしょうかええ、お母さんに直していただきました これ、兄が紹介したんじゃないでしょうか。ええ、お兄さんに紹介していただきました。これ、弟が手伝ったんじゃないでしょうか。ええ、弟さんに手伝っていただきました。これ父が調べたんじゃないでしょうかええ お父さんに調べていただきましたこれ祖母が持ってきたんじゃないでしょうかええおばあさんに持ってきていただきました D あの歯医者に見てもらうんですかいえ 他の歯医者に見てもらいたいと思って。あの教教師に教えてもらうんですかいえ、他の教師に教えてもらいたいと思って。あの運転手に連れて行ってもらうんですかいえ、他の運転手に連れて行ってもらいたいと思って。 あの政治家に話してもらうんですかいえ、他の政治家に話してもらいたいと思ってあの貿易商に会ってもらうんですかいえ、他の貿易商に会ってもらいたいと思ってあの店員に見せてもらうんですかいえ、 他の店員に見せてもらいたいと思って E 電話番号をもらってください電話番号ですかあの誰にもらいましょうか薬をもらってください薬ですかあの 誰にもらいましょうかお釣りをもらってくださいお釣りですかあの誰にもらいましょうかご飯をもらってくださいご飯ですかあの誰にもらいましょうか お箸をもらってくださいお箸ですかあのー、誰にもらいましょうか F 秘書がいるからこれ書いてもらってください秘書に書いてもらうんですねわかりましたドイツ人がいるから このドイツ語の手紙読んでもらってくださいドイツ人に読んでもらうんですねわかりましたアルバイトの学生がいるからここを片付けてもらってくださいアルバイトの学生に片付けてもらうんですねわかりました 運転手がいるから、この封筒を持ってってもらってください。運転手に持ってってもらうんですね。わかりました。大工さんがいるから、この机直してもらってください。大工さんに直してもらうんですね。わかりました。 机はどうしますか机ですかこっちの部屋へ持ってきてもらいましょう植木はどうしますか植木ですかこっちの部屋へ持ってきてもらいましょう戸棚はどうしますか戸棚ですかこっちの部屋へ持ってきてもらいましょう 椅子はどうしますか椅子ですかこっちの部屋へ持ってきてもらいましょう。本棚はどうしますか本棚ですかこっちの部屋へ持ってきてもらいましょう。この道具はどうしますかその道具ですかこっちの部屋へ持ってきてもらいましょう。 あっちを掃除してもらいたいんですが誰に頼みましょうかねあっちですかああ私が掃除してあげますよこのラジオを直してもらいたいんですが誰に頼みましょうかねこのラジオですかああ 私が直してあげますよ。庭をきれいにしてもらいたいんですが、誰に頼みましょうかね。庭ですかああ、私がきれいにしてあげますよ。ワープロを持ってきてもらいたいんですが、誰に頼みましょうかね。 ワープロですかああ、私が持ってきてあげますよ。アルバイトの学生を送ってもらいたいんですが、誰に頼みましょうかねアルバイトの学生ですかああ、私が送ってあげますよ。社長を迎えに行ってもらいたいんですが、誰に頼みましょうかね 社長ですかああ、私が迎えに行ってあげますよドリルアイ安いですかええ、お安いですよ高いですかええ、お高いですよ強いですかええ、お強いですよ 早いですかええ、お早やいですよ。いしいですかええ、お忙しいですよ。暑いですよ。Drill, お安いですかええ、お安いですよお高いですか、ええ。 お高いですよ。お強いですかええー、お強いですよ。お早いですかええー、お早いですよ。お忙しいですかええー、お忙しいですよ。お暑いですかええー、お暑いですよ。 あの窓開けていただきたいんですが。さあ、開きますかね。この計算機直していただきたいんですが。さあ、直りますかね。上の引き出しの鍵かけていただきたいんですが。さあ、かかりますかね。 あのラジオをつけていただきたいんですがさあ、つきますかねあのふすま閉めていただきたいんですがさあ、閉まりますかねあのタクシー止めていただきたいんですがさあ、止まりますかね あのテレビ大きくしていただきたいんですがさあ大きくなりますかね時間決めていただきたいんですがさあ決まりますかねこれと同じ椅子ありますか ちょうど同じ椅子ではございませんが、いかがでしょうか。これと同じお皿ありますかちょうど同じお皿ではございませんが、いかがでしょうか。これと同じ薬ありますかちょうど同じ薬ではございませんが、いかがでしょうか これと同じ花ありますかちょうど同じ花ではございませんがいかがでしょうかこれと同じ封筒ありますかちょうど同じ封筒ではございませんがいかがでしょうか L 今しましょうか A すみませんが、今しておいてくださいませんか今決めましょうかええ、すみませんが、今決めておいてくださいませんか今読みましょうかええ、すみませんが、今読んでおいてくださいませんか今送りましょうか、ええ、すみませんが、 今送っておいてくださいませんか今直しましょうかええ、すみませんが、今直しておいてくださいませんか今持ってきましょうかええ、すみませんが、今持ってきておいてくださいませんか今片付けましょうかええ、 すみませんが、今、片付けておいてくださいませんか今やりましょうかええ、すみませんが、今、やっておいてくださいませんかええ、すみませんが、今、しておいてくれませんか 今決めましょうかええすみませんが今決めておいてくれませんか今読みましょうかええすみませんが今読んでおいてくれませんか今送りましょうかええすみませんが今送っておいてくれませんか今直しましょうか ええ、すみませんが、今直しておいてくれませんか今持ってきましょうかええ、すみませんが、今持ってきておいてくれませんか今片付けましょうかええ、すみませんが、今片付けておいてくれませんか今やりましょうか ええ、すみませんが今やっておいてくれませんか弁護士を決めましたよへえ誰に決めたんですか席を決めましたよへえどこに決めたんですか建築家を決めましたよ へえ、誰に決めたんですか教室を決めましたよ。へえ、どこに決めたんですか注文を決めましたよ。へえ、何に決めたんですか会議の日を決めましたよ。へえ、いつに決めたんですか 弁護士が決まりましたよあ、誰に決まったんですか色が決まりましたよあ、どれに決まったんですか旅館が決まりましたよあ、どこに決まったんですか アルバイトの人が決まりましたよ。あ、誰に決まったんですか医者が決まりましたよ。あ、誰に決まったんですか部屋が決まりましたよ。あ、どこに決まったんですか ?Drill O 今日は和食に決めました。ああ、やっぱり和食がいいですかね。明日はあっちに決めました。ああ、やっぱりあっちがいいですかね。お礼は明日に決めました。ああ、やっぱり明日がいいですかね。 車はグリーンのに決めました。ああ、やっぱりグリーンのがいいですかね。部屋は隣に決めました。ああ、やっぱり隣がいいですかね。注文は特上に決めました。ああ、やっぱり特上がいいですかね。 新宿までは地下鉄に決めました。ああ、やっぱり地下鉄がいいですかね。授業は月水金に決まりましたから。ああ、やっぱり月水金になりましたか。お休みはあさってに決まりましたから。 ああ、やっぱりあさってになりましたか。飲み物はワインに決まりましたから。ああ、やっぱりワインになりましたか。この椅子は上の部屋に決まりましたから。ああ、やっぱり上の部屋になりましたか。 会議は朝からに決まりましたから。ああ、やっぱり朝からになりましたか。窓は全部閉めてありますから。あ、どうも、閉めていただいて助かりました。鍵は全部かけてありますから。 あ、どうも、かけていただいて、助かりました。仕事は全部頼んでありますから。あ、どうも、頼んでいただいて、助かりました。連絡は全部してありますから。あ、どうも、していただいて、助かりました。 ゴミは全部捨ててありますからあ、どうもすてていただいてたすかりました台所はぜんぶかたづけてありますからあどうもかたづけていただいてたすかりました DrillR 窓は全部閉めてありますよ。あ、閉めておいてくださったんですか。助かりました。お茶碗は全部閉まってありますよ。あ、閉まっておいてくださったんですか。助かりました。雨窓は全部開けてありますよ。あ、開けておいてくださったんですか。助かりました。 引き出しの中は全部片付けてありますよ。あ片付けておいてくださったんですか。助かりました。今日の仕事は全部してありますよ。あしておいてくださったんですか。助かりました。This is the end of drills for lesson seventeen B.